美的読者の皆さん、こんにちは。桃高菜子です。今、美的10月号の表紙の撮影が終わりました。はい、今回美的初の表紙ということで、お話をいただいた時とってもびっくりしたのと、今日はドキドキしながら撮影の場所に来たんですけど、すごくアットホームな空気でとっても楽しく撮影できました。そしてここからは美的ビューティー Q&A ボックスに挑戦したいと思います。はい、疲れた時の回復法はやっぱりよく寝ることと、少しの時間でも自分の好きなことをする時間に使うです。はい、今トライしてみたいメイクは、ここから秋になっていくということで、秋っぽいメイク、こうちょっと夏のツヤ感から今度はマットな質感にたくさん挑戦してみたいなと思います。でもずっと続けている美容法はストレッチ。なんか日常的にこう撮影の合間とかでも、気がついたらなんかいろんなとこ伸ばしたりとか、あと寝る前もゴロゴロしながらストレッチして寝てます。秋冬にやりたいことはスキーです。何年か前にすごいスキー楽しいなって思ったことがあって、全然スキーに行けてないので、スキーやりたいなと思います。忙しい時でも美を保つ秘訣は、自分の気持ちがなるべく忙しいのに負けずに落ちていかないように、楽しいことを探すことが肌にもつながっているかなと思います。美容アイテムを購入する時は店頭派、それともネットショッピング派、本当にどっちもあります。最初そのお店に行ってこれいいなって思って、もう自分で試せてたらネットで次から買っちゃったりします。初めて試したいなっていう化粧品とか美容のものがあったら試しに行くこともあります。最近ハマっている料理はたけのこご飯です。スタイルを保つために気をつけていることは、なんかあんまりこうストイックになりすぎるとそんなに頑張れないよっていう時もあるので、食べる時は食べる、で次の日とかこうちょっと調整してお野菜いっぱい食べるとかで、バランス取ってるかなと思います。これからトライしてみたい美容は、派手なリップ。真っ赤とかは使ったことあるんですけど、真っピンクとか、 なんかそういう色のリップをうまくちょっとプライベートでも取り入れることに挑戦したいです。2024年後半の目標は、7月で30歳になったので、大人の味覚、ちょっと癖のあるものとかちょっと食べたりしてみたいなって思います。今日もいろんなパターンで撮影させていただきました。メイクだったりスタイリングだったり、可愛い綺麗なものがギュッとこう詰まっていますので、初表紙ということでとても緊張したんですけれども、たくさんの方に見ていただけたり、同じメイクやってみようなんて参考にしてもらえたらとても嬉しいなと思います。ぜひ見てください。Bye-bye.